え、ちょっと本当にこれでコンプリートしたら、もうなんか怖い。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴリーだ、ヒラヒラ。はい、今回の動画は、はい、こちら、レゴマリオキャラクターパック2の2回目の開封になります。前回の動画で6個開けて10種類中5種類が揃いました。はい、今回も6つ買ってきましたので、6つ一気に開けます。はい、ではレゴマリオキャラクターパック2を開けます。ちなみにまだ持っていないのはパタメット、トゲプク、プロペラヘイホー、パラクリボー、フォトンです。今回でコンプリートしたいな。それか最悪全部ダブルっていうこともあり得るので、これで通算12個目なので、第3回で8個買って、これで出なかったら屈辱の単品買いをします。では1つ目開けます。まあできるだけダブらないようにしたいですね。いただきます。せーの、よっと。うん、あー、これはあれだ、ハックンだ。うわはい、一つ目はハックンが出ました。いきなりダフったので、なんか嫌な予感がするな。では二つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。これ、おー、やった、トゲプクだ。はい、二つ目はトゲプクが出ました。はい、では三つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。これなんだ、おー、パタメットだ、やったー。はい、3つ目はパタメットが出ました。では4つ目開けます。あ、ちなみに言い忘れてましたが、今回これは全部トイザラスのオンラインストアで購入しました。で、4つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。これなんだ、ん、これは、ん、うわー、コトンだ、やったー。はい、4つ目はコトンが出ました。やばい、どうしよう。あと持っていないのがプロペラヘイホーとパタクリボーなので、これで出たらもうやばいですねでは5つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。え、これは、これなんだ、え、嘘だろ、え、マジか、やばい、プロペラヘイホーだ。はい、5つ目はプロペラヘイホーが出ました。では最後6つ目開けます。え、ちょっと本当にこれでコンプリートしたら、もうなんか怖いでは最後6つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。マジか、うわ、まあ、やばい、どうしよう、これパラクリボー出ちゃった。嘘、なんか怖い本当に。はい、6つ目はパラクリボーが出ました。はい、ということで6個開封した結果がこちらになりました。出た順で言うと、ハックン、トゲプク、パタメット、ホトン、プロペラヘイホー、パタクリボーです。12個開けてコンプリートしました。いや、これ怖いな。まさか12個でコンプリートすると思ってないので、結構若干かなりパニックってます。いや、やばいな本当に。はい、では今からハックン以外のこちらの5つを一気に組み立てます。
はい、すべて組み立てが完了しました。いやーすごいな。毎度言ってるんですけど、レゴマリオのキャラクターパックは完成度が高いので、もう本当にこれはいいな。実は開封取り終えて5分ぐらいちょっと焦りました。はい12個開けてコンプリートするのってなんかすごいことだなハックンは1回目の動画で紹介してますので、今回の動画ではこちらの5種類を簡単に紹介します。はい、まずこちらがトゲプクです。全体はこのようになってます。台座パーツはこのようになってます。このパーツがヒンジでこのように稼働します。はい、そしてこちらがトゲプク本体です。全体はこのようになってます。基本的に前回作った逃げプクの一部リデコアイテムとなってます。カラー以外で違うところはトサカの部分と目の部分と口の部分です。はい、では次はこちらのパタメットです。全体はこのようになってます。台座は砂漠がモチーフになってます。そしてこれがパタメット本体です。全体はこのようになってます。基本的にトゲソのリデコっちゃリデコなんですけど、トゲソのトゲの造形はありません。まあリデコっちゃリデコなんですけど、こんなに違うんですね。まあ一応メットと比較するんですけど、上の甲羅の色が違ってたり、あとは顔のプリントパーツも全く違います。では続いてはこちらのコトンです。全体はこのようになってます。台座は砦ステージがモデルになってます。そしてこれがコトンです。全体はこのようになってます。このコトンのトゲパーツがめちゃくちゃいいな。本来でしたらドッスンを比較したいんですけど、うちにドッスンないので、これちょっと比較できないですね。まあ、ドッスンのセットはトイザラスで売ってますので、まあ、いつかはドッスンのセット買って色々と比較したいです。まあ、形的に似てるのであれば、このチョロボンですね。同じトゲがあるので、はい。でもチョロボンに関しては、トゲだらけじゃなくて一部タイルパーツで埋められていて、コトンはもう全部トゲパーツになってます。はい、そしてこちらがプロペラ兵法です。全体はこのようになってます。個人的にプロペラ兵法が欲しかったので、これは良かったです。そして台座は丘ステージがモチーフになってます。でこちらのクリアパーツがあることによって、プロペラ兵法が空を飛んでるように見えます。はい、そしてこちらがプロペラ兵法です。全体はこのようになってます。個人的にこのキャラクターパック2の中でこのプロペラ兵法がめちゃくちゃ完成度が高いです。兵法ってお面つけてるので、もうこのお面のこれ輪ゴムなのかな、このゴムが裏までしっかり再現されていて、これすごいです。ちなみにこのパーツとこのパーツはなんと一つのパーツです。もう分割一切なしです。これすごいな。ちゃんと兵法のベルトも再現されています。ではパーツ一つなんですけど、このように稼働します。ただ固定とかはなくて、もう前に押すとこんな感じで倒れちゃいます。そしてプロペラは手動で回転します。いや、兵法いいな。ちなみに僕、マリオのキャラクターで、テレサ好きなんですけど、実は兵法も好きです。よく友達とマリオカートの DS やってた時に、僕ソフト持ってなかったんで、基本的に兵法だったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。はい。はい、では最後はこちらのパタクリ棒です。全体は、このようになってます。台座は、沼地ステージがモチーフになってます。そしてこちらがパタクリ棒です。全体は、このようになってます。これもよく作られてますね。実際はこんな感じで降りてきて、そして地面についたらこのパラシュートが外れます。リデコ元となったクリボーと並べるとこんな感じです。まあ基本的に一緒ですね。ただクリボーと違って上にカラーコードがなくて、パタクリボーは後ろにカラーコードがあります。はい、レゴマリオを持ってきましたので音声確認いきます。まずはこちらのトゲプクからいきます。そうだ、アップデートしたから紫色が毒の沼になるんだ。思い出した、そうだ一応沼地のセットは2つ購入してるんですけど、まだ開けてないので動画はまた期日中にあげます。改めましてトゲプクいきます。トゲプクは前回のカニボーと一緒の音声が鳴ります。では続いてはパタメットいきます。パタメットはノコノコと一緒の音声が鳴ります。では次はコトンいきます。おー、コトンはバッタンと一緒の音声が鳴ります。でもう4回目は
こんな感じです。では次はヘイホー行きましょう。何気にヘイホーの音声が一番楽しみ。行きます。あ、ヘイホーの音声はクリボーと一緒ですね。これちょっと残念だな。まあ思えばヘイホーも踏んじゃえば一発ですもんね。では最後はパタクリボー行きます。パタクリボーはクリボーと一緒の音声が鳴りました。はい、今回の動画でレゴマリオキャラクターパック2をコンプリートできました。いやー、もうあっという間でしたね。僕ももう未だに信じられないです。12個開けて2個ダブって全部コンプリートするっていうのがちょっと未だになんか信じられない。はい。これ自分で言うのもあれなんですけど、今回恐ろしい強運だなって思います。ちなみにレゴマリオのキャラクターパック2は、いや、どうしようかな。まあ、強いてもう一体欲しいなって思うのは、カニボーとコトンとヘイホーですかね。まあ、この三つに関しては、そうですね、単品買いしようかな。で、6個買って3つとも出なかったっていうよりかは、単品買いした方が、まあ、値段的にいいのかな。いや、もう本当に今回の開封はすごかったです。はい、レゴマリオキャラクターパック2はこんな感じです。はい、ということで、レゴスーパーマリオキャラクターパック2を開けて、見事コンプリートしました。いや、僕も、信じられないです。はい。何回も言ってるんですけど、今回本当一切の仕込みないので、もう、やばいっす。はい。今回のキャラクターパック2なんですけど、第1弾のリデコアイテムじゃアイテムなんですけど、それでもやっぱどのキャラクターも個性があってとても良かったです。もう今回の開封の結果はとてもミラクルでした。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。